はい、というわけで今日も元気にシロクロチャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、シロクロチャンネルジュニーとグッドゲームガールズチャンネルのみそじるです。ということで本日はですね、オセロニア企画のオセロニア実況やっていきたいと思います。この間 CM やってて、はい、なんかラウロのランキングもうすごい上位にいて、すごいどんどん伸びてますね。ただいまですね、デスノートコラボをなんかやってるので、こちらのデスノートコラボをやっていきたいと思います。いや、我慢してたんですよ、デスノートコラボ弾くのね。その撮りたいなと思って、で、うんうん、ライトがですね、進化もね、4ターン後に4000ダメージなんで結構、うん、こんな目に合わせそっとイベットみたいな感じの案件ですよね。なるほどね、はい、なんですけど、はい、この10日のライトは4ターンの間 1.3 倍になるっていう、強っ、めちゃ強いんですよ。うわ、めちゃ良さそう。しかも 40% 以下の場合に 1.4 倍の特殊ダメージなんで、コンボもつなぎやすいですね。これちょっとした、はい、雑学言ってもいい？いいよ。この4ターン後、うんうん、4400特殊ダメージ、40秒後に心臓麻痺なんですよ。なるほどね。デスノートに名前を書かれた人は40秒後に心臓麻痺だから、そういうことか。4ターン後かなみたいな、4400みたいな、とりあえず4にしてみたいな。なるほどね。どうでもいい雑学、雑学、いや、そういうの大事だよ。高田さんですね、高田さんは、2ターンの間 60% にするっていうんですね、うん、あんまね、みさはコンボスキルは3ターン相手のアタックが 30% 減少。減少系はすごい使いやすいですよね。うん、はい。で、メロですね。メロは、1枚だけひっくり返せるマスで 13% の特殊ダメージ与える。まあ、結構でかいですよね。で、あとは、これは、三上さんですかね。うん。は、1枚目の時に通常攻撃が2ターン、2倍になる。まあ、まごまない時なので、大体発動するんじゃないかなっていう感じ。うん、ニアですね。ニアは、攻撃力アップですね。コマ数が12枚以上の時に 1.6 倍になるって感じです、うん、はい、これもね、あの縛りがないのでまあまあ使いやすいかな、ね、コンボはちょっと間がまごまない時になっちゃいますけど、うん、まあライトだな。せやな、うん、聞きたい気持ち。お、初回30個か、いいですね。しかもなんかここででさ、 S キャラの10日は、うん、ここでコラボのキャラゴマ、あのとコロシアムでゲットできるキャラフォーマーが必要なので、ちょっとか忘れないようにちゃんと投下しとくのがいいんじゃないかなってブルりました。おー、つながったね。1個しか出てないけど、コラボキャラじゃない、さすがに。おお、金出てたからね。ね、まあ、これは、おお、おお、メロメロ、ライトを追ってる人ですよね、確かね。そうね、あの L の後継者を争ってた子やかな。せやな、せやな、ニアと。なるほどね。いやー、めっちゃ出たよ。いっぱい出たね、うん、松田さん、松田さんいっぱい出たね、うん、10% ダメージ受けるけど 1.6 倍になるって感じですね。まあまあまあ上げられるから、スキル。次行きましょう。はい、コラボパック松も回しましょう、はい、全部買ったから、全部買ったから。全部買った、強い。分かる、コラボキャラ確定ですね、うん、でも A も出るんじゃないかなと思う。うん、サッシ、サッシ違うのが出て、見通した、すべてを見通す新世界の神もた。疲れてるね。トータさんちょっとよく出るね。疲れてるね。うん。じゃあ行きましょう。はい。ドドンドドン。はい、金。いやでもさっき金でピカったから、うん、いけそうな気もする。気もする。いけそうな気もする。お、ブルト。お。調子いい、調子いいよ。ライト、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 マジライト。お、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 もう一枚。お、マジライト、マジライト。いや、ライトでしょ。お、デビ出る。おー、みみさん、みみさん。かわいいですね。かわいい。いや、声もさ、めっちゃいいですよね。ね、平野綾なんですよね、みみさん。平野綾っぽくなかったんだよね。ねえねえ、確かに。あと2回引くと1回サービスなんで、ちょっと押しときましょう。うん。ゴンゴン。ドキドキ。あー、やばい。これはそろそろ。そろそろ、うん、進化後マックス出るとやっぱ楽なんですけどね、あのそうね、でもね、その英語マとかでもね、うん、出るのかな。あー、ぶれなかった、悲しい。まあいいよ、いいよ。次1回無料か。おお、出た出た、新しい。おおおおお、お手ぶっちゃん、おお、お父さんじゃん。そうだね、八神宗一郎。うんうんうん、お亡くなりになっちゃった。そうですね。いやー、私デスノートはね、やっぱエルと戦ってたのがやっぱちゃんといっぱい、すごいちゃんと読んでたんですよね。うん、その後はちょっとね、うろ覚えで申し訳ない。うん、あー、ブルッタ新世界神あ、ガンビル側なんだね。そう
そうそうそう、あ、お、いいじゃんいいじゃん、なる側じゃないんだね、髪の毛。いや、これ来たわ、ライト。なぜ、レガリアミスター。あ、新世界来てるね。先週新世界を守ってるから、やばいね、よく見る面々だね。そうなんだよね。まあ、ちょうどあれか、うん、リューアップとかあんの。いや、関係ないじゃないですか。わかんないですけど、さっき出めてる出てたさ、何かしらのピックアップかな、ね、みたいな。あ、確かにどうなんだろう、リューアップなのかもね。ごつごつあって、確かに。だからもう松田さん、うん、もういっぱい出たのかな。ザマビーじゃなかった。でもブルった。お、来た。出ないわけではないですからね。そうですね。ラスト。お、落ちちゃった。あ、うん、やっぱリューアップじゃない。よく見よう。マップでした。ということで、うん、いやー、ちょっとライト出なかったんですけどね、もしよければね、ちょっとどんな使い心地だよとかね、コメントでちょっと教えていただけると嬉しいなと思いますが、いや、でもやっぱライト欲しいね。コラボキャラは一生手に入らないと思うと、ちょっと、そうね、もしもうまたコラボ来なかったらね、うん、ちょっとゲットできないと思うと、ちょっとコレクション欲がうずくんですけど、はい、はい、ちょっとまた頑張って引いていきたいと思います。というわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。少しでも楽しんでくださった方は、いいねとかコメントとかぜひぜひよろしくお願いします。イベントクエストでですね、エルもゲットできますので、はい、うん、よければエルも挑戦してみてください。デスノートがね、好きっていう方もぜひぜひオセロニアダウンロードしてやってみるといいんじゃないかなと思います。というわけで、ラストのじゃんけんいきます。せーの、白黒じゃんけん最初にゃー、じゃんけんぽい、チョキチョキなのでグーの人と、グーなのでパーの人は明日行くとあるかもよ。チャンネル登録まだという方は、下の赤いボタンをタップまたクリックで登録できます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして、ミスさんのチャンネル GGG は概要欄に貼っときますので、そちらもチェックしてみてください。ミスさんの方でもガチャ動画があるかな。はい、はい、ということで、また見てくださいね。バイバーイ、はい。